こんにちは、カワポンです。今日は発音アクセント問題が実際に出題された上位大学のご紹介をします。2019年度の過去問をベースにしています。2020年度はまだ完全に分析が終了していませんので、ご了承ください。2020年度で問題形式が変更になっている可能性もありますので、受験される方は必ず過去問をご確認ください。今回は2019年度の下面の大学のすべての学科を対象に調べています。発音アクセントの独立問題はもちろん、小文読解の中で出題されている問題も拾っています。ただ次郎が膨大で万一漏れている可能性もありますので、もし漏れなどがあればぜひコメントいただければ嬉しいです。実際に発音アクセント問題の出題があったのか赤く塗りつぶした大学になります。それでは出題された学部を細かく見ていきましょう。こちらがその一覧になります。下面の数字は問題の数を表しています。細かい解説は少し省きます。自分の受験校が該当するか確認してください。2020年度で変更になっているところもあると思いますが、問題数が多いところの大学の対策はやっておく必要があります。注意点が3つあります。まずは上智大学になります。上智大学は2021年度から入試システムが大きく変更されますので、受験する学科のサンプル問題をホームページで確認してください。発音アクセント問題はなくなる可能性があります。2つ目は理科大の基礎工学部は2021年度から名称が変更になり、先進工学部になります。過去問をやるときに注意してください。そして法政大学の情報科学部は2021年度から情報科学部の英語の問題は他の理系の学部の英語と同じ問題になります。詳しくは動画を作成していますので、再生リストの法政大学のところの動画をぜひ見てください。今日は以上になります。データの提供のみで少し手抜き動画のようになってしまいましたが、洗い出しにかなりの時間を割いておりますので許してください。ありがとうございました。